こんにちは、100円でございます。本日はですね、玄関の前のお家の前の畑を駐車場にしようかなと思っております。まあ畑なので雨降ったりとかしたら絶対イボるんですよね。まあなので草刈って防草シートして、まあ砂利を引くと一番簡単な駐車場の作り方をやろうかなと思います。ではSummer snow, when it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring, when the sea runs dry and starts to sayさっきですね、ここ一面黄色い花畑やったじゃないですか。でそれを刈るときにね、横にあのおばちゃんがいて、今からこれ全部刈るの？ああもったいないって言ってどっか行きました。おばちゃま方は基本もったいないっていうね。ね。だけん部屋が片付かんとばい。When that sleep won't come, and you've cried your someday, there's nothing you can. でね、ここがちょっとね、もともと畑なんで、結構ブヨブヨするんですよね。なんでちょっと転圧をかけたいと思います。そんな転圧する機会もないんで踏んでいこうか。じゃあ、OK。やがろう。なんとか家にあるものをとりあえず引きました。まあこれもね、全部あの 3LDK に住んでた時に使ってたやつですね。残しててよかったです。あとはここの部分こことここね、ちょっと家にあるもんでやりたいんで探してこようか。見つけました。なんかマット、これね家に転がってたんですけど、親父の私物らしいんですけど、あげるって言われました。これ防草シートにはいいやろ。これ絶対草突き抜けん。これ使いましょう。感動の瞬間です。車を止めてみましょう。いや、めちゃくちゃいい感じやけど、やっぱりちょっとずれちゃいますよね。こういう風に。なんか一時したらどんどんこっちの方にずれそうな気がするね。
なのでまあ杭をね、防草シート用の杭があるんで、それでちょっと固定してみようか。しっかり転圧したんですけど、やっぱり車乗せるとここイボるね。型がついてる。やっぱずれちゃうね。はい、やっぱりですね、結構シートがずれちゃうんで、防草シート用の杭を打って、その上から、テープ貼っていきたいと思います。まあ、こんな感じね。これを穴にこの杭を通してブスッと刺す感じです。完成。